こんにちは、こうです。本日は視聴者さんよりご依頼をいただきましたヒーリング動画をお届けしてまいります。内容はこちらです。脳脊髄液を流すヒーリングを作ってほしいです。日本では馴染みがないと思いますが、アメリカでは脳脊髄液と健康について注目されています、ということですね。仕事柄脳脊髄液については知っておりましたが、脳脊髄液を流すということをですね、ご依頼いただくのは初めてですね。脳脊髄液は脳と脊髄に存在している透明な液体のことなんですが、また硬膜という膜がありまして、脳から背骨を通って仙骨まで、脊髄神経全体を覆っています。この中にも脳脊髄液が、入っているんですね。この脳から仙骨までこう循環している脳脊髄液の流れをですね、良くすることで自然治癒力が増強されて、いろんな症状が改善するなんて言われてるんですよね。で、内臓や筋肉、神経に栄養を与えてくれたり、老廃物を回収して、新陳代謝を行ってくれるので、アンチエイジング効果も期待できそうですよね。はい、それでは今からヒーリングをしてまいります。
はい、完了です。はい、本日は脳脊髄液を流すヒーリング動画をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。どうか皆さんが健康で、そして若々しくいられますように。それでは次回もよろしくお願いします。またね。